こんにちは。毎度毎度はお前毎度はこっちのお前先輩特権ね。ね、今日はガンちゃんこと山本さんの大阪出身。ありがとうございます。ね、大鉄高校だって。そうです。僕の時はもう阪南大学高校ってちょっと賢そうなのガンちゃん甲子園行ってない。でもね、まあ、甲子園の話やめよ僕予選1期も泣いてないですよ。なんで。僕高校3年生の時下級生がちょっとやんちゃして。いや、お前がやったんだ。いや、違う違う。いや、僕やってたら僕プライズのせいが入ってもらえない。いや、でも先輩が悪いから下級生がやんねんな。いやいやいや、 AKB もさ。違いますよ。じゃあドラフト何位だろう。うん、2番ですよ。おー、1位はそれ坂井光次郎さん、左ピッチャー、近畿大学から。あー、いいピッチャーだな。あの時、僕の時のドラフトはあれですよ。アンジョ伊藤さんが野茂秀夫、野茂秀夫の時ですよ。平成元年。いや、バカにしてないよ。いや、僕はバカにしてない。お前、何でバカにしてない。そっくりでしょ。野茂秀夫。野茂秀夫。89だな。89だ。1位指名。その声で名前を呼ばれたくて、みんな練習したの。ああ、なるほど。うん。で、2位に来た。2位に来ました。今やから言えますけど、大沢啓二さん覚えてますよね。その方が常務取締役やられてて、まあ、スカウト編成も全部仕切られてたんですよ。で、僕はまあちょっとアクシデントで夏の予選1球も投げてないって聞いた瞬間に岩本、酒井の次、ドッドバッって言ったらしいですよ。それ結構有名だった。まあ、ちょっとボールが速いっていうので、一応ちょっとだけ、ほんとちょっと。でもなんでかわかる。僕予選出てないのになんで岩本命まで取ってこいってその方言ったの。どうかですよ。甲子園過密日程でしょ。みんな怪我するから、あれまだ全然使いべりしてないから、日本ハムで育てるぞって言って僕を上位で指名してくれた。ラッキーよ。うん。お前高校時代が明るかった。生まれてすぐ。すごいうるさい。学校の中でもすごくクラスの中でももう目立ちです。喋ってたもん。はい。学級委員長やりたい人って一番に手挙げました。あ。そういう積極性があった。ありました。もう喋る積極性じゃなくて。何でもかんでも先頭に立ちたかった性格だったんですね。はい、そうなんだ。いや、そういうよくしかない。え、ええとこついた。わからない、わからない、わかんない。え、ちょっと待って、これよくて何でこれまで盛り上がるんですか。昨日、小川監督の小川監督はもう、小川監督のサインじゃないですか。そうなんだ。お前、消すなよ。消せないでしょ。江川さん、解説だったな。俺さ、ガンちゃんが先発だったの、ジャイアンツ対日本ハム。で、投げたら江川さんが言ったの、このピッチャーは何勝してるんですかねって。で、その前の年はそんなに勝ってなかったの、うん、で、このピッチャーな、え、このピッチャー絶対勝てますよって言った、その年に初めて10勝以上した、うん、2人勝てましたなあ。その話を豊さんから、江川さんお前のことこうやって褒めてたぞって言ってくれたんで、僕その気になったんですよ。いや、これがさ、技術的に言うとさ、こうゆっくりしたフォームで腕の振りもそんなに変わらないんだよ。でもたまっぺーんとくるんだよ。腕の振りとボールの速さが全くタイミング合わないピッチャーだった、うん、だから江川さんがそれ見て勝てるって。で、俺も勝てると思って、そしたら勝ったで、その試合も6回か7回オープン戦っていうシーズン始まる前の練習試合だった。で、そこでバーピシャッといいピッチングをして、で、よし、ジャイアンツ戦だし、メディアも注目してるし、次の日新聞一面で岩本開幕ゴーサイン書いてくれるかと、次の日にバーって新聞パーって買ったら、一面がレフトスタンドで起きた事件、火事だって書いてたんですいや、もう本当に火事だ、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 火事だ。いや、俺らさ、解説するのにスタンドの上の方から解説するから、おお、火事やんかとか言ってる煙ブワーって、グラウンドの上までブワーって火事、確かに火事だなんだけど、いくらなんでもスポーツ新聞はスポーツ歌ってくれると見た人、火事だこのコツがあったんだ。やっぱり豊さんが今まで僕サイドハンドやってたじゃないですか。それがなんかややこしになってアンダーゾーンみたいになって、うん、あれフィールディングしてる時だったんですよ、うん、フィールディングしてる時に大体この辺に投げれるのに、マウンド上がってピッチングを見たら全然バラバラだったんですよ。しまいに心の病でイップスもなるし、うん、ああ、ほんだピッチングコーチがちょっとマウンド立てボールピッて渡してあげるから、キャッチャーにフィールディングで投げなさい、はい、ピュッて投げたらこの辺行くんですよ。キャッチャーが不思議そうにするから、お、今の球どうだ、スピン効いてます、え、で、こうやって何球かやってる間に明日からそうやって投げなさいとか。だからフィールディングの延長でサイドハンドになって、で、だんだん自分の形が分からなくなって、豊さんと出会った時には僕アンダースローに、わけ分からないアンダースロー、もう分からんだろ。いや、もうぶっ最後なんだ。で、こう抵抗アンダーなるでしょ、人はバランス取ろうと思うから左手こっちになるでしょ、もうおっぴろげどうなってるのさ、ガンちゃんさ、一筆でどうやって克服した。いや、
これね、あれ病の病気だからね、もう病の病気、日本語おかしいですよね、心の病ですよ、そうだね、病の病気ごめんお前今病の病気、あの歌手とかでも緊張のあまりに声が出なくなったとか、あで緊張しすぎてダンスのファーストステップが出ないとか、 あれは心理的にプレッシャーを感じて体が思う通りに操れなくなるでしょ、うん、それどうだったんですか。僕はその時にもう本当に悩んで悩んでグラウンドに立つのが怖くなったんですよ、こんな性格が。球場にいたらガタガタ震えるし、いや本当です本当です、ほんでもう球場行くの嫌で、ほんで当時携帯電話もない時にあまりにも音信不通の息子に不思議があって、母親から電話がかかってきたんですよ。でもう名指しで合宿所に電話がかかってくるんで、出た時にもう声で分かったんですよね、あんた好きで始めた野球もう今好きでなかったらもう大阪帰っておいでって母親言いました。あ球場行って本当に好きかどうかだけ確認しなさいって言われて、僕玉川の球場行った時にボール触ってて、やっぱ野球好きやねんけどなって、あんなひなりながらこうやって持ってた時にもうなりふり構わず体壊そうと思ったんですよ。ほんで大義名分作ってもう肩壊したって大阪帰ったらどれがなるわと思って、でそう思って夜間練習、人に見られるのがすごい怖かったので、ボールを投げるのが多摩川の合宿所の狭い夜間練習の電気が落ちた時にこそーっと入っていって一番奥の蛍光灯を1個だけつけて、でネットに靴袋をぶら下げて2メートルぐらいのとこからここに箱根をってボールを当てる練習から始めたんですよ自分でな、はい、でそれも1日もう冗談で1000球ぐらい投げたんですよ、まあ、大きい投げてないんで投げれたんですよ、まあまあでも壊してもいいという、そうです、腹が座ってるからな、はい、でそれが3メーターになり4メートル、あー怖いなと思ったらもう一度進み、その蛍光灯のそのもう明かりを人に見られない暗い明かりだけでやってたんですよね。ほんで思いのほか体も強くなってくるし、でもう一つ狙いは、今あなた僕の顔見ながらでもこうやってパクって食べれるでしょ、はい、で僕の顔見ながらでも文字書けるでしょ、はい、これ幼い時から学校で文字を書くという行動がもう技術で備わってるわけ、それぐらいボールを投げるコントロールつけようと思って、目をつぶってでもそのあたりに投げれるものをつぶるためにひたすら今までご飯食べた文字書いたぐらいの回数ボールボンボン投げたんですよ、まあ、だからもうここの感覚、ここの感覚です、はい、脳じゃなくて体が覚える練習をもう必死でやりました。はい、もう本当に1日1000球で指の、それはどのぐらい経って自信ができた、いやこれがで徐々に下がってきて、その辺に投げれるようになってちょっと電気の数増やして人がちょっと練習してるところに一緒に混ざってやったりとか、徐々に環境を変えていったんですよ、なんとなく自分で。で最後は一球下に荒井翔吾って言ったんです、荒井翔吾って言ったじゃないですか、左バッターの内野手、彼まあ年も近いし仲良かったんで、翔吾ちょっと頼むやんねんと、俺ボール投げるの打ってくれと、ここ数年投げて人が打つ野球やってないんだ、はい、投げてカーンっていうサウンド俺にちょっとくれないかと、気持ちよく、あ岩本さんどこでもいいから投げてください、僕もヒットエンドランの練習になります、その言葉に救われて初め10メートルぐらいから投げて飛びついて打ってくれて、シュッカッシュッカッ下がってシュッカッ怖くなったらまた前に、それを数ヶ月毎晩やったんですよ。である時にあの室内練習場でマウンドの土に入った瞬間またブル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 ってなって、やっぱり土に登れません、人工芝、それを徐々に一歩ずつやっていて、プレートからもうここまでやったらもう目つぶって投げれるやろと思って、目つぶって投げたらガーンって打ってくれたんですよ、翔吾が。そこでパッと返ってきます、これ本当の話、はい、サウンドと感覚で脳で考えるんじゃなくて目の前の出来事が自分の感覚を徐々にこう返してくれたんですよ。いや、じゃあ、俺のプレッシャー感じたことある方、お前から初めてだわ、いい話これ俺、実は公園とかで喋る有料放送なんですよ、これ。あら